輪島市河合町からお伝えします。昼過ぎから取材を続けているのですが、風がどんどん冷たくなり、口もうまく動かせないほど寒さが厳しくなってきました。雪も降ったり止んだりを繰り返していたのですが、また今急に強くなってきました。今後警報級の大雨になる恐れがありますが、今後心配されるのは積雪によるさらなる家屋の倒壊です。あちらには7階建てのビルが倒れたままにあるのが見えますが、その他にもこの周辺には危険と書かれた赤い紙が貼られた紙がたくさんあります。こちらは石川県によると輪島市で、建物の立ち入りが危険だとする応急危険度判定の結果、赤い紙が貼られた建物、危険だとされた建物が調査した全体の5割を超えたということなんです。地元の人からは、自分の家は地震に耐えたものの、雪の影響で隣の建物がさらに倒れてこないか不安だという声も聞かれました。そうですね。建物の倒壊も心配ですが、交通の麻痺についてもこれから考えていかなくてはいけませんね。おっしゃる通りで、住民の皆さん一様にこの道が危険だというお話をされています。ご覧いただいて分かるように、あちら地面に亀裂が入って隆起しているんですが、このように盛り上がったり陥没している箇所があちらこちらにあります。雪が降り積もって見えづらくなってしまうと大変危険なんですね。今ここでは支援物資を運ぶ車もたくさん通っていますが、この道を通るのを躊躇せざるを得ないかもしれない、また除雪車が通らないかもしれないということで、今後物資の提供が遅れるのではないかと住民の皆さん不安の声が聞かれました。はい、古谷さんが伝えてくれました。今夜から警報級の大雪となる恐れもあるということですので、二次被害が大変心配です。大雪による被害に警戒してください。この寒波大雪に関する情報を VTR にまとめました。近畿地方にも影響が出そうです。日本列島は西から冬型の気圧配置が強まり、この冬一番の寒気が流れ込んでいます。あさってにかけて北海道から九州の日本海側を中心に広い範囲で大雪への警戒が必要です。明日朝までの24時間で予想される降雪量は、北陸で80センチ、中国地方などで50センチなどとなっています。普段雪の降らない九州や四国などでも雪が積もる見込みです。輪島市三井町のこちらの道路では、雪が降る中、重機によって道を復旧する作業が行われています。地震による土砂崩れで孤立集落となった地区。もう車入ってこれないとなると全てに影響しますからね。今はこう歩いて行って途中の車に乗って町に出るって感じ、古民家に行くって感じですけど、車が出れば一直線で行けますから便利になりますよね。住民は道路の復旧を待ち望んでいますが、石川県では警報級の大雪となる恐れがあり、復旧作業への影響が懸念されます。孤立集落のために道を開けるっていうことで頑張って仕事をしないとダメだなというのはありますけど、こんなところがたくさんあるんで少しずつやっていければいいかなとは思いますけど。また近畿地方も大雪になるかもしれません。それは何ですか？雪だるま。兵庫県北部の香美町では今朝雪が舞う中、子どもたちが元気に登校しました。昨日がすごい暖かくてポカポカしてたので、すごい温度差が激しくて、本当にもうなんかちょっと今年は変な気候だなと思ってます。近畿地方では明日の明け方から夜遅くにかけて北部や山地を中心に警報級の大雪となる可能性があり、明日夕方までに予想される24時間の降雪量は多いところで80センチとなっています。京都府北部の京丹後市では
今朝8時には強い風とともに雪が降っていました。結局暖冬に慣れてしまったから雪の備えはほとんどないですね。だから事故も多いでしょうし、それが心配だといえば心配ですね。今回の寒波の影響で JR 西日本は明日の始発以降、近畿でも一部区間で運転を取りやめる可能性があると発表しました。交通の状況にも注意が必要です。今シーズン一番の寒波による大雪などの影響について警戒しなければならないポイント、気象予報士の片平さんとお伝えします。よろしくお願いします。この寒波の襲来によってこちらですね、雪が降り気温が0度以下という状況になるところも多いかもしれません。そうなると注意しなければいけないのは路面ガチガチ凍結に注意ということです。近畿徳島の積雪は、そしてこの寒さいつまで続くのかなど解説お願いします。はい、まず雪雲の予想をご覧いただきたいんですが、今夜から、はい、今夜どんどん雪が強まってきます。時間を動かしていきますと白い表示、この雪雲が流れ込んできますが、ピンクのところありますよね、はい、これ大雪です。近畿の北部ではこの後今夜以降は雪の降り方が急に強まって、でこれ明日の午後6時ですけども、明日の夜にかけてもまだ雪の強い状況が続く見通しなんですね。で明日の午後のこの予想をご覧いただくと、北部だけじゃないんですよ、雪の降る場所が南の方にもぐーっと広がってきていて、京都府内とか滋賀県内はもうほぼ全域ですし、奈良や大阪のあたりも雪が降って、特に内陸部を中心に市街地でも雪が積もる可能性があるんですね。で特に近畿の北の方は大雪に警戒が必要という状況になっています。先ほど午後4時過ぎに気象台が発表した最新の予報なんですが、もう警報を出すくらいというそれぐらいの見通しになってきているんですね、特に明日の明け方から夜遅くのタイミングで、もうほぼ明日1日という形になりますが、交通機関が大きく乱れたり、あとは雪がたくさん積もると見通しも悪くなりますし、足元も悪くなりますから、スリップ事故が多発するような非常に危険な状況になるんですね。先ほどの VTR の中で映像の中でもありましたけど、明日夕方までに降る24時間の雪の量が近畿でも多いところで80センチ、さらっと80センチって言いますけど、皆さん想像してください。今雪のないところが明日のこの時間にはもう80センチ積もってるんです。もう相当なドカ雪になる恐れがありますので、しっかりと警戒をしていただきたいなと思います。で近畿中部や南部も雪が降って北部に比べれば少ないだろうなんて思ってると、明日非常に心配です、最低気温ご覧ください、この青い表示のところは氷点下、ほとんどですね、明日の朝はめちゃめちゃ冷えるわけなんですが、うっすら雪が積もっていたとしても、あるいはそれが溶けたとしても、これぐらいの気温になるとガチガチに凍ります。ですので大阪も最低気温0度ですし、内陸部では場所によって氷点下3度ぐらいという形になってきますから、雪の量が少ないという地域でも凍結に、路面の凍結にくれぐれも気をつけていただきたいです。でこんなふうに今週は厳しい寒さが続く見通しで、じゃあ来週どうなるのか気になる方多いと思うんですが、来週はこの時期としては10年に一度の暖かさ、本当に寒暖のアップダウンが大きいので、暖かくなったら嬉しいと思う方多いかもしれないですが、これだけ落差が大きいと体調崩しますからね、先ほど映像でおっしゃった方もいましたけども、暖冬だからこそこのギャップ、アップダウンには気をつけていただきたいです、そして先ほど凍結に注意という話がありましたけれども、特にガチガチツルツルになりそうなところ、こちらなんですね、こちらまとめたのはこちらになります。これ冬の安心安全な過ごし方をこうまとめて示してくださる、ウィンターライフ推進協議会というところがあるんですが、そちらが示した危ない場所、一言で言うと踏み固められる場所、ここが危ないです。人通りがあるところです、例えば車の出入りがあるようなところ、歩道なんかは人も歩くし、車も歩きますので、積もった雪がギュッと踏みしめられる形になりますから、それがまたガチガチに凍る、あとは横断歩道なんかも人も通るし車も通るということで危ないです、あともう一つ意外かもしれませんが、
タイル張りの地下街とか店内の入り口入ったところ、うん、これ一歩目が滑ったりすることありますよね、うん、足に雪とかついて中に入るじゃないですか、それが水として溶けてるわけで、そこに一歩踏み込むとつるっと行くわけなんですよね、うん、あとここに表示されてないですが、例えば家の玄関でこう 2,3 段飛び出てたところで、ある、うん、あるお家もあるじゃないですか、うん、ああいう場所も危ないと思いますので、うん、特に踏み固められてる場所一歩目、この辺りを気をつけていただきたいですね、うん、はい、そして、危ない場所を知った後、対策についてもお伝えしていきます、はい、まずこちら、できれば家にあればスノーブーツを履いていただきたいんですが、スノーブーツがあるお家ってそんなに多くないかなって気もしますね、なければ靴底を見てください、はい、できるだけ溝があってこうギザギザ深いもの、はい、よくあの革靴でスーツなんか着てる方は男性だとこうツルツルのものあると思うんですけど、これ本当に危ないです、ですからできるだけちょっとあの見栄え悪いかもしれないですけど、雪が積もってる時は足元だけスニーカーでもいいじゃないかと思うので、とにかく事故のないように安全第一で選んでください、でこういったギザギザのものもあまりないどうしようっていう方は、実はこういう今便利なグッズもありまして、これ何ですか、靴にはめるアタッチメントといいますか、はい、これ真ん中の黄色い部分見ていただきたいんですけど、はい、ここの黄色い部分の真ん中にスパイクがついてるんですよ、これをあのどんな皆さんがお持ちの靴でもカポッとはめていただく、これゴムになってるんで伸びるんですよ、こうやって、はい、なるほど、はめていただければあの雪道も、はい、大丈夫ということで、ぜひ活用していただきたいですね、あのホームセンターだったりとかスポーツ用品店で売ってますし、あのもし明日使わなくても冬にまたこの後使う機会ありますから、腐るもんじゃないので取っておいていただくっていうのが大事かなと思います、あのバランスを取るのもそうですし、もし転んだ時にすぐ手をつけるように、ポケットに、ね、寒いから手入れがちかもしれないですが、子供の頃言われましたよね、あのポケット手、はい、そうですね、寒かったら手袋しましょう、そういった意味でもリュックを背負う、あとは意外かもしれませんがニット帽、これ寒さ対策ってだけじゃなくて、転んだ時もし頭を打っても、多少なりともクッションになるということで、こういったね入れ立ち、これを一つ参考にしていただきたいなと思います、はい、今シーズン最強寒波に備えをお願いいたします。片平さんにお話を伺いました、ありがとうございました、はい、関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。